さあ、では今日のメッセージのタイトル確認しましょう。ルカの福音書54回、主の祈り、ルカ11-1から4。では、朗読お願いします。ルカの福音書第54回、主の祈り、ルカの福音書11章1節から4節さて、イエスはある場所で祈っておられた。 祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこで、イエスは彼らに言われた。祈る時には、こう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を、毎日お与えください。 私たちの罪をお許しください私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します私たちを試みに合わせないでくださいはいありがとうございましたではタイトルをもう一度確認しましょう「ルカの福音書54回主の祈りルカ11-1から4」今日はこの箇所からメッセージを語りたいと思いますいつも していますすように文脈の確認です毎回繰り返していますが思い出すために同じ情報を今から分かち合います。まずイエスのガリラヤ地方での奉仕が終わりました。ルカはそれを4章14節から9章50節までに記しています。そして9の51からエルサレムへの旅が始まりました。これは非常に長いセクションだった話を繰り返しています。 ルカ9の51から19の27までですね。このエルサレムへの旅という枠組みをルカが設定して、その中にイエスの数々の牛を配置してるんです。これがルカの福音書の、まあ、組み立てって言いますかね。意図なんですね。これが大きな文脈です。そして直近の文脈、イミディアットコンテクストです。直近の文脈で何が起こってるか。はい。 イエスが派遣した70人の弟子たちが伝道旅行から帰還しました。彼らは喜んで帰還したんです。そしてその彼らにイエスは弟子としていかに生きるべきかを教えました。これがここでのポイントですね。今私たちがいるブロックはルカの10の25から11の13にいるんです。これは一つのブロックなんですが、これ ルカだけの情報内容は弟子訓練なんです。宣教旅行から帰ってきた弟子たちに向かって弟子訓練のメッセージをしておられるわけですね。分解すると3つの区分に分解可能だって話をしました。弟子たちに対してまず隣人との関係がいかにあるべきかを教えたこれが良き様ま呼びというの,の例えです。さらに弟子たちに対して イエスとの関係がいかにあるべきかということを教えた。これがマルタとマリアのエピソードです。3番目に今日取り上げるこれですね。弟子たちに父なる神との関係がいかにあるべきか教えた。それが主の祈りなんです。これがルカの組み立てなんです。だからルカは弟子訓練という枠組みの中にこの3つの関係を位置づけて、そして 私たちに伝えてくれているわけです。ご覧になると分かりますように、一番は隣人愛の教えなんです。で、二番と三番は、これは神への愛に対する教えですね。隣人愛および神への愛。これがここでの弟子訓練の内容です。さあ、今日取り上げる箇所、これが三番目の父なる神との関係ですけど、主の祈り。ここでの注目点です。 注目点を見てみましょう。はい。三つあります。この箇所では、ルカは祈りというテーマに焦点を合わせている。だから、父なる神との関係を教えるために、主の祈りということをここで、ルカは記しているということです。すでに皆さんご存知のように、マタイの福音書の中に、主の祈りという有名な祈りが出てくるんです。ルカの福音書の主の祈りより長いです。で、ルカの福音書の 主の祈りとは内容が相当違っていますが似通っていますけど違っている部分が相当あるということです、ね、これはどういうことか。一番考えられる回答はイエスは祈りの重要性を何度も教えたのであろう。だからマタイの福音書の祈りも教えたけれどルカの福音書が記している祈りも教えた。何度も祈りの重要性を教えた。というふうに解釈するのが一番 調和を持った矛盾のない解釈だと私は考えています。さあ、注目すべき点を意識しながら、マタイの福音書の主の祈りでしっかり学んだからもう分かってるわと思わないで、ルカが伝えようとしているポイントに着目しながら今日の箇所を学んでみたいと思います。途中でマタイの福音書の主の祈りの言葉遣いとルカの主の祈りの言葉遣いの違いを 少し細かく説明したいと思いますので、それも期待して聞いていただきたいと思います。では、今日のアウトラインです。今日は3つに区分しました。1番目、状況説明、1節これは、イエスが主の祈りを教えた状況がどうだったのかという説明です。これもルカ独特です。2番目、第一区分。これどういう意味かというと、ルカの主の祈りは、 1> 第1区分と第2区分と2つのブロックに区分されるんです。ですから最初の区分をまず取り上げます。それから次に3番目、第2区分を取り上げます。これが3節4節ですね。そして今日の結論、着地点です。主の祈りのまとめ。今日学んだことをもう一度復習しましょうということですね。主の祈りは非常に重要なので、 一度聞いただけではなくて最後にもう一度聞いた内容を総まとめしたいと思っていますそれが今日の着手点結論ですねではアウトラインに戻ってくださいアウトライン1番目状況説明2番第1区分3番第2区分そして今日の結論「主の祈り」のまとめこんな風に話を進めたいと思いますさあこれで 私の準備ができましたが皆さんいかがですか心の準備できましたかじゃ行きますよ本論に入ります Are you ready? OK じゃあ行きましょう主の祈りについて学ぶ一番目のポイントローマ数字一番状況説明ではまず一節読んでみましょうさてイエスはある場所で祈っておられた 祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。これが一節の内容です。で、以前にも申し上げました、ルカはイエスの祈りによく言及しています。だからルカはイエスが祈りの生活を とても大事にしておられたということを強調してるんですね。でイエスの祈りに言及するのはこれで5回目です。ここでははイエスあある場所で祈っておられたとありますで5回目ってのはどういう箇所に出てきたかっていうと3章の21節5章の16節6章の12節9章の18節これノートつけておられる方メモをして後で確認してください。イエス様の 祈りの生活がより深く理解できるようになると思います。そして今日の箇所、十一章の一節が5回目なんですねで。イエスは祈りの生活を通して弟子たちに手本を示したんですね。まあ教えるだけ、命じるだけではなくて自らやってみる。やって手本を見せてみる。これは リーダーにとって非常に大事なことですね。リーダーはフォロワーの誰よりもイエス様に従っている、神様に従っているという姿を手本として見せていく必要があるまあこれはリーダーに与えられているチャレンジですね。リーダーの皆さん、恵みが必要ですね。神様を見上げて信仰通りに生きることができるように、恵みを求めていこうじゃありませんか。イエスは弟子たちに手本を 示したんですねさあ、さっきの聖句に戻ってください。イエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると何が起こったんですか弟子の一人がイエスに祈りを教えてほしいと願ったんですね。これは、弟子たちは、特にこの質問した弟子は、イエスの祈りの生活をいつも観察しながら、 自分の祈りの生活、自分たちの祈りの生活は不十分だなということを認識したわけですね。それでこの質問をしたわけですが、弟子の一人があることを願い、イエスがそれに応えるっていうのは、福音書の中ではここだけです。ということは、ルカは何を意図しているかっていうと、ルカは祈りの重要性っていうのをここで 強調してるんです。祈りの重要性を伝えようとしてるんです。だから弟子の一人が願い、イエスがそれに応えたという特別な枠組みを設定することによって、これからイエスが教えることは極めて重要なことなんだよということを教えようとしてるわけです。で、この弟子の一人は祈りに関する教理的教えを求めたんじゃないんです。 イエス様、祈りの本質というのは何でしょうかなぜ祈らなきゃいけないんでしょうか祈ればどういう祝福があるんでしょうかと、こういう質問じゃないんです。彼は、単純に具体的な祈りの言葉を求めたんです。イエスの弟子として、父なる神にどう祈ればよいのかを尋ねたんですね。まあ、ある意味では、 今日のこの主の祈りの内容というのはとても単純です。複雑に考える必要はない。クリスチャン生活の本質がこの祈りにかかっている。つまりこの祈りを通して父なる神とどういう関係を維持しているかにかかっている。それぐらいシンプルな単純な内容だということですね。信仰生活をもっと単純化したいと願っている方はこの主の祈りの 言葉を自分のものもとととして身につけられるといいと思いますね。で、弟子の一人がイエスに祈りを教えてくださいつまり祈りの言葉を教えてくださいと願ったんですがその前に主よヨハネが弟子たちに教えたようにとあります。ヨハネっていうのは誰だと思いますそうですね。 バプテスマのヨハネです。イエスの弟子の中には、かつてバプテスマのヨハネの弟子であった人がたくさんいたんです。その頃彼らはバプテスマのヨハネの弟子集団が共有していた祈りの言葉を持っていたわけですね。で当時の習慣で言いますと、当時はいくつかのユダヤ人グループは、 それぞれに独特の祈りの言葉を持っていて、それを共有していたわけですね。だから、バプテスマのヨハネの弟子グループも、このグループ独特の祈りを捧げていたわけです。で、かつてバプテスマのヨハネの弟子であった者たちが、その時代のことをきっと思い出したんだと思います。そして今、イエスを主と信じて、イエスに突き従っている、この集団の中には、この集団の 共通の祈りの言葉が必要だと彼は考えたんでしょうね。そこでイエスは彼らに祈りの言葉を教えるわけです。さっき申し上げたように祈りの距離を教えているんじゃないんです。祈りの言葉を授けたわけです。そして今から見ていきますが、この祈りは明確に二つの区分に分かれます。第一区分、二つの祈りのテーマがあります。第二区分、 三つの祈りのテーマがあります。ですから今日覚えてください。第一区分は二つ祈りがあるんです。第二区分は三つ祈りがあるんです。合計五つの祈りがあるんです。これがルカが記している主の祈りの構造なんです。からこれから細かく五つの祈りの内容について取り上げていきたいと思います。そこでまず最初にローマ数字二番目。第一区分。 これをお話ししたいと思います二節を見てみましょうそこでイエスは彼らに言われた、まあ、質問したのは一人ですけどあの一人の弟子は弟子集団を代表して質問したんでしょうねイエスはここで弟子全員に語っておられます 祈るときには、こう言いなさい。これポイントですね。こう言いなさい。この言葉を口にしなさいということです。父よ皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように。これが第一区分の二つの祈りなんです。イエスの意図は、この言葉通りに繰り返し祈ること。だから、このまま祈れば、 良いわけですしかも繰り返し祈るんです。マタイの福音書ではどうなっているのかマタイ6の9。ですからあなた方はこう祈りなさい。ルカの福音書ではこう言いなさい。マタイはこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ皆が聖なるものとされますように。はい。こう言いなさいというのとこう祈りなさいというのと。 ニュアンスが違うんですマタイでは祈りの型祈りの手本祈りの構造が挙げられていますだから祈る時にはこのような型に従って祈ればいいよというのがマタイの福音書の教えです。ルカの福音書では祈りの言葉がそのまま挙げられていますからそのまま祈ればいいということです。これが マタイとルカの違いですねではルカの福音書に戻ってください。先ほどクリスチャン生活を複雑にしないためには主の祈りの言葉を自分のものにするといいという話をしました。さらにそれを発展させますとまず「父よ」という呼びかけで始まっています。主の祈りの内容をさらに単純化するともう この呼びかけにつきます。神様に向かって父をと呼びかけるんです。これほどシンプルなことはないでしょう。ここにクリスチャン生活の要定があるわけです。父をという呼びかけで、まず父なる神に関心を向けるということです。イエス・キリストにあって父なる神と密接な関係に置かれたということ。 これがクリスチャン生活をシンプルにする最大の秘訣なんです。ルカの福音書はギリシャ語で書かれていますから、ギリシャ語では父よというのはパテーラって言います。父っていうのはパテーラ。アラム語ではアバです。イスラエルに行くと小さな子供がお父さんに向かってかけてきてアバーと呼んでますね。それを初めて目撃した政治旅行の参加者が私のところへ来て、 先生、感動しました。あの子、アバーって言ってました。<laughs> 当たり前のことだけど。でも、そういう小さな子供が父に呼びかける言葉で、アバーと呼びかけなさいというところに、クリスチャン生活の真髄があるわけですね。アバーと呼びかけ。これはね、二つのニュアンスを持っているんです。一つは、父の尊厳を認めてるんです。 父を父と認めてるんです。と同時にもう一つは親密さを表現してるんです。だから私たちがアッバー、父よと呼びかけるときに神様をとても崇拝している。と同時に神様をとても近くに感じているわけですね。イエスは神に対して何度も父よと呼びかけておられました。例えば、ルカの福音書10-21がそうですね。 ノートつけている方、10二21を後で確認してください。イエスは本質的な意味において神に対して父よと呼びかけることができるお方です。神の子、三密体の神の第二格の神ですから、当然父よと呼びかける本質的な資格があるわけですね。弟子たちはどうか私たちはどうか私たちは ここがポイントです。イエスとの関係のゆえに、つまりイエス・キリストを信じてイエスのうちにあって罪許されたがゆえに父よと呼びかけることができるんです。イエスとの関係が私たちと父との関係を作り上げているわけです。だからイエスと父の関係と弟子たちと父の関係、これは同じではないんです。イエスと父の関係は 本質的な関係です。私たちと父の関係はイエスを信じたことによって与えられた特権としての関係です。これが父よという呼びかけです。これは結論のところでもう一度いかに重要な呼びかけかということを確認したいと思います。さあ、ここから祈りの内容が2つの部分に分かれています。さあ、見てみましょう。 先ほど申し上げたように、第一の区分には二つの祈りが含まれます。どういう内容かというと、秘蔵世界に対する神の計画です。これ理解していると、第一区分の二つの祈りをとても理解しやすくなります。第二区分は三つの祈りがありますが、これは弟子たちの必要、私たちの必要を訴える祈りなんです。から前半は、 神の計画が成就するようにという祈りであり、後半は弟子たちの必要、私たち自身の必要を訴える祈りになっていますよということですね。これを確認しておいてください。では、第一区分の第一の祈りに入ります。第一区分の第一の祈り。皆が聖なるものとされますように。これは、 まあ、日本語だけ読んでると、なかなか難しいですね。皆が聖なるものとされますようにっていうのは、どういうことなのか。まあ、ユダヤ人であれば、ユダヤ的文脈であればよく理解できるはずなんですが、違法人である私たちには、こういう言いましをそもそもすることがないので、とても理解難しいです。これは、わかりやすく言うと、こういうことです。父よ誰もがあなたの皆を、 聖なるものと認めますようにということです。もう一度言います。父よすべての人があなたの皆を聖なるものと認めますようにということ。これがこのいろいろな内容です。もう少し説明しますと、神の皆とは、神のご性質の相対です。これもヘブル的概念です。名前というのは、実質を表しているもの。だから、神の皆、 皆が聖なるものとされますようにというのは、神のご性質の相対が聖なるものと認められますようにということです。もう少し別の言い方をすると、これで3番目になると分かりやすくなりますね。神の評判が全ての人の間で良いものとなりますように。これなんです。クリスチャンの皆さん、特にこの日本の国においてクリスチャン人口が1%以下、 しかも本当に福音的にイエス様によって救われている人っていうのはさらにその中の3分の1ぐらいという数字を聞きまた聖書の掲示や聖書に掲示されている神様の皆が軽く扱われていることを見て心に痛みを感じることはないでしょうか当然ありますよね私も日々ある意味では本当に悔しいなと思います こんなに素晴らしい方がどうしてこの国で崇められないのか。どうしてこんなに知恵がある素晴らしい国民である日本人がこの方の存在に気づき、この方の愛に気づき、この方の恵みに気づき、この方がくださる永遠の命に気づかないのかな。本当に悔しい気がします。ですからこれは私たちの祈りなんです。神様あなたの評判が全ての日本人の間で良いものとなりますように。 ということですとということはさらに発展させるとこの祈りは「神様どうか偉大な宮沢を行ってください」それによってみんながあなたの素晴らしさを認めるようにという祈りなんだ,だから皆が聖なるものとされますようにというのは別な言い方をすると「神様父を今日も大いなる宮沢を行ってください」その結果全ての人が「 あなたが生ける神であり、愛なる神であり、恵みに富んだお方であることを認めるときが来ますようにという祈りなんです。そういう意味がここには込められているということですね。これが第一区分の第一の祈りの内容です。さらに第一区分には第二の祈りが入っています。それが二番目です。第一区分の第二の祈りは、御国が来ますように。これも <laughs> 読んだだけでは日本人には分かりにくい。これはユダヤ的文脈当時の弟子たちがこれを聞くとすぐに理解できたはずなんですで。先ほど神の皆が人々の間で聖なるものとされるようにと祈りがありましたがそれが成就するのはいつかというと御国が来たらそれが成就するんです。 だから第一の祈りと第二の祈りは関係してるんです。三国が来たならば、つまり旧約聖書で予言されている神の国が来たならば、すべての人があなたの皆を清いものと認めるようになりますという祈りなわけですねで。神の国って言っても普遍的神の国は常に存在しています。神の国という言葉の本質的な意味は神の支配です。だから神は天地を創造し今も それを支えておられる。そういう意味では、神が王である状態っていうのは常にあるんです。だから普遍的神の国は常に存在しているということ。これはその通りなんです。それに対して、ここで祈られている御国っていうのは、普遍的神の国ではなくて、より具体的に地上で成就するメシア的王国、千年王国のことを言ってるわけです。 だからこの祈りはあなたが旧約聖書で予言してくださった地上における理想的な国が来ますようにという祈りなわけですね。これがこの箇所を理解するポイントです。そして三国は来てますか普遍的神の国という意味では三国は常に存在しているんですがメシア的王国地上における王国という意味ではまだ来ていないんです。 まだ来ていないから、だから今もこの祈りは有効です。ということは、今も21世紀に生きるキリストの弟子である私たちは、この祈りをしっかり祈らなければいけない。しかも曖昧に祈るんじゃなくて、この御国っていうのは、やがてイエスが再臨した時に地上に出来上がる千年王国のことである。素晴らしい国のことであるという明確な理解を持って、その御国が来ますようにと。 祈ること。この言葉の通りに祈ること。これがイエス様がここで教えておられることです。これが第一区分の二つの祈り。つまり、秘蔵世界に対する神の計画が成就しますようにと祈り。これが第一の祈りなんです。じゃあ、ローマ数字の三番目に行きましょう。今度は第二区分の祈り。三節から四節。第二区分には祈りが 3つあるんですこれは弟子たちの必要を訴える祈りだと話をしました。では行きましょう。3節私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。これは第二区分の第一の祈りになっています。はい、次に。第二区分の第一の祈りがこの祈りですね。これは 弟子としての必要弟子が持っている必要が満たされるようにという祈り,祈りなんですね。ルカは「毎日をお与えください」と言いましたがマタイの福音書の主の祈りを見るとマタイ6の11では「今日」を強調しています。今日を強調していますね。これがマタイの福音書6の11ちょっと見てみましょう。私たちのの日ごとの糧を 今日もお与えください。今日もお与えください。ルカは毎日お与えください。<laughs> 毎日お与えください。マタイは今日もお与えください。今日にフォーカスしているのはマタイですね。これ、ルカ11-13の毎日と今日とは、これバッティングしてるんじゃない補完的ですね。これ矛盾じゃなくて補完的です。だから毎日与えてください。 さらに今日も与えてください。これ共に祈るべき祈りですね。これね、今の私たち、特に21世紀の豊かな国に生きている者にとっては、今日、昼何を食べようか、夜何を食べようか、頭の中で食べたいものをイメージしますけど、食べられるかどうか悩むことはほとんどないでしょう。ところが、 世界中には今も飢えてる人がとてもたくさんいるわけですね。さらにイエス時代のこの当時の人たちにとっては、この祈り、毎日与えてください。今日も与えてください。この祈りは、実は、実に切実な祈りだったんです。そのことを覚えておく必要があります。出エジプト記の16章の4節を見てみましょう。 主はモーセに言われた。見よ私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日あります。毎日。その日の分を集めなければならない。これは今日も与えてくださいという領域ですね。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。だから今日も与えてくださいと日々お願いするというのは実は主に対する信頼を学んでいる 祈りだということですね。イエス時代の人たち、当時の人たちは、収入はどうしていたのか、労働者階級の人たちは、日当によって生活するのが普通なんです。だから、その日働いて、夕方に賃金をもらって、それで、その日食べるものを買うというのが、毎日の繰り返しだったわけです。だから、毎日与えてください。今日も与えてください。これは、彼らにとっては、 神に信頼する大きなテストになったわけです。現代人にとっては、この祈りを切実な祈りとして祈ることがなくなっていますが、ただこの祈りを祈るときは、自分が完全に神に依存していることを思い出す機会となるんだということ。当時の人たちの思いになってね、自分自身も神に依存してるんだということを思い出すこと。これがこの祈りの精神ですね。 これで第二区分の第一の祈りが終わりました。次、第二区分の第二の祈りを見てみましょう。次、四節。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを見ないします。ここまでが第二区分の二番目の祈りなんだ。私たちを試みに合わせないでください。これが第二区分の三番目の祈りです。これを今から見ていきましょう。じゃあ、まず第二区分の 第2の祈りを見ていきますねここでは5つのポイントをお話したいと思います。一番目のポイントこれは神の許しを求める祈りですこれもちろんイエス・キリストを信じた時に罪許されて神を父と呼ぶことができる関係に入ったわけですね。その関係を維持するためには私たちの側で罪を犯していてはその関係が維持できないんです。 救いが取り去られることはないけど、父が喜ばない生活をしているならば、父との関係に断絶が入ってくるわけです。だから、神の許しを日々求めていく必要がある。それはこの祈りなんですね。二番目に、ルカは単純に罪、ハマルティアという言葉を使っています。マタイは異なった言葉を使っています。三番目。マタイではオイ、おいメオフェイレマタという言葉を使っています。マタイ六の十二。 罪と負い目という言葉を使っていますが、実質的には同じ意味です。イエスの弟子たちは、4番目に、信仰と恵みによってすでに罪が許されています。ですから、この祈りは、罪を許してくださいとい祈りではなくて、5番目、ここでの祈りは、父との関係を維持するためのものである。父との関係を維持するために、日々の生活で犯してしまう。 罪を、様々な罪をお許しくださいということです。同じことが第一ヨハネ一章の九節で教えられています。これ重要な聖句です。第一ヨハネ一の九。これ覚えておくといいですね。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。これは罪人が 罪許されて義とされるという教えではない。すでに義とされた信者がいかに歩むべきかということです。自分の罪を告白し続ける必要がある。これがクリスチャン生活を正常に保つためのポイントですね。そして先ほどですね、えー、私たちも私たちに負い目のあるものをな許しますということが出てきました。これは、 他人の罪を許すことができる人は、神の許しを体験する人、している人なんです。もし他人の罪を許せないなら、神の許しの意味を理解していないということになります。ここがポイントなんだ。だから、他人の罪を許さないと許してもらえないということじゃないんです。そうじゃなくて、本当に神の許しを体験しているならば、他の人を許せるはずだ。もし他の人を許せないなら、神の許しの意味を まだ十分理解していない人だということになる。これがここでの意味ですね。第二区分の第二の祈りは、罪の許しを求め、父との関係を正常に維持するための祈りだということ。第二区分の第三の祈り、これを見てみましょう。私たちを試みに合わせないでくださいとあります。これは、神の守りを求める祈りです。これは 神が私たちを誘惑すると教えているわけではない。試みに合わせないでください。誘惑しないでください。神がまるで誘惑するかのように読めますけど、そういう意味ではないということですね。神は私たちを訓練するために、時には私たちを試みに合わせることがあるわけですね。で、この祈りは4番目に、これは自分の弱さを認め、神の助けを求める祈りですね。ちょっと難しい言葉。 ご紹介しますとこれは感情法というこれ修辞的表現があるんです。感情法という修辞的表現なんですこれはどういう意味かというと意図的に否定的な言葉を用いることによって逆の意味を強調している。積極的な概念を強調している。例えば、まあ、ここに何かがありますね。これどうって言われて。うん。いいね。と言わないで。 うん、悪くないねっていう言い方します <laughs> しませんかしますよね。いいねって言ったらストレートですね。うん、悪くないよ。と言ったら、これが感情法という言い方で、いいということを強調しているわけです。だから、私たちを試みに合わせてないでくださいという言い方は、私たちを守ってくださいという祈りなんですね、実は。それを、主の守りを強調している祈りだということですね。 さあ、ここまでで第一区分の二つの祈り、第二区分の三つの祈りが終わりました。これで本論終わりです少し時間をいただいて今日はこのまま終わらないで、主の祈りのまとめに入りたいと思います。結論、主の祈りのまとめですね。一番目。祈りの土台。はい。 信者と父なる神の関係。これが主の祈りの土台になっているということですね。だからイエス・キリストを信じて信者になっていなければこの祈りは祈れないということです。祈っても空虚に音を発しているだけで神には届いていないんです。私たちはキリストにあって父なる神を父、アバと呼ぶことができるようになりました。 つまり、キリストと父なる神の間にある関係に似たものが私たちに与えられているということですね。これはぜひともね、いくつか聖句を紹介したいんですね。例えば、ヨハネ20の17見てみましょう。これ、復活した後のイエス様の言葉です。イエスは彼女に言われた。これ、マグダナのマリア。私にすがりついてはいけません。私はまだ、 父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、これは弟子たちのところ、十二弟子たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。この表現、すごく大事なんです。ここでイエス様は、私は私たちの父であり、私たちの神である方のところに登るとは言ってないんです。 区別してる。私の父、あなた方の父。私の神、あなた方の神。なぜかというと、父とイエスの関係は、父と私たちの関係とは、また次元が違うものなんです。先ほど本論の説明のところで言いましたね。私たちはイエス・キリストにあって、神を父と呼ぶことができるようになった。そういう特権を与えられているということですね。 ローマ8の14から17見てみましょう。神の御霊に導かれる人は見た皆神の子供です。これはイエス・キリストにあって神聖した人は精霊に導かれる人になってるわけです。その人は神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはこれですね。アバ 父と叫びます。アバ父と叫びます。はい、次。御霊ご自身が私たちの霊と共とに私たちが神の子供であることを明かし,してくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。はい。 今、ローマ8の14から17読みました。皆さんご自分で聖書を開いて繰り返し読んでみてください。ここにね、クリスチャン生活の本質が込められていますね。クリスチャン生活を複雑化しない、単純化する。私たちはイエス・キリストにあって神のことされ、精霊が導き、神様に対してアバチスと呼ぶ,呼ぶことができるようになった。そして同時に、 相続人となった。キリストと共同相続人になったから、秘蔵世界の祝福を相続する特権が与えられた。これがクリスチャン生活の本質なんです。最後にもう一箇所、ガラティア4の6から7を見てみましょう。ここでもこういう言葉が出てきます。そしてあなた方が子であるので、神はアバ・父よと叫ぶ,叫ぶ巫女の御霊を私たちの心に使わされました。 ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。さっきのローマ8の14から17と同じことがもっと縮小して単純に教えられています。御霊が私たちを導き、バ乳父と祈ることができるようにしてくさった。私たちはキリストにある共同相続人である、神による相続人であるということ。 祈りのベースなんですだから主の祈りの土台っていうのはキリストにあってことされている。だから父よと呼びかけることができる。ここに尽きるわけです。さらに次2番目見てみましょう。第一区分で何を学んだのか。第一区分で学んだことをこれから確認していきます。第一区分に2つの祈りがありましたが。 極めてユダヤ的なものです。これポイントです。極めてユダヤ的なものです。はい。皆が聖なるものとされますように。はい。この内容は、これは神の栄光が現れるようにという祈りですね。聖書が書かれた目的は神の栄光です。ですから私たちが皆が聖なるものとされますようにと祈るときに、その理解は神様の栄光が現れますようにという祈りです。 神様栄光が現れるような働きを今日もなしてくださいという祈りでもあるわけですね。聖書が書かれた目的は神の栄光です。ハーベスト聖書塾を受講する受講生は真っ先にこれを学ぶんです。聖書が書かれた目的は人類の救いではなく神の栄光である。そして人類の救いは神の栄光が現れるための一つの要素であるということを学びますね。 さらに次の二番目の祈りは、ク国が来ますように。この三国っていうのはメシア的王国のこと、千年王国のことだって話をしました。ク国というのは旧約聖書に予言されている地上の王国である。ク国はまだ来ていないので、今もこの祈りは有効である。これが第一区分の二番目の祈りでした。さらに今日学んだのは第二区分に三つの祈りがあるということです 第2区分の祈りですね。これ今から説明していきますが第二区分の3つの祈りはよく見てみるとね現在の必要過去の必要未来の必要について祈ってるんですそう考えると分かりやすいんです現在過去未来です最初に出てくるのが現在の必要です私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいはい これは今言いましたように現在の必要を求める祈り。21世紀に生きる私たちには自分が完全に神に依存していることを思い出す機会となるという祈りですね。これは食べ物だけではなくて自分の健康を考えてもいいですね。今日も神の支えがなければ一日生きることができないというような病状の方もいらっしゃるでしょう。私たちは神に 依存すするることを学んででわけですね次の祈り。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。はい。これは過去の必要を求める祈りです。これ、過去に犯した罪の許しを求めてるわけですね。私たちは信仰と恵みによってすでに罪が許されてます。繰り返しこの祈りは必要ないんで。必要なのは父との関係を維持するための祈り。 これは信じてから犯した罪も告白すれば許される。だからこれは過去の必要を求める祈りだって。父との関係を維持するために信じた、信じてから犯した罪も許されるという祝福ですね。第二の区分の三番目の祈り。私たちを試みに合わせないでください。はい、これ分かるでしょう。これは何かというと、将来の守りを求める祈りですね。これは 自分の弱さを認め神の助けを求める祈りですね。これをイエス様はこの通りに祈りなさいと教えてくださったわけですね。さあいかがでしたか今日の主の祈りの解説ですね。クリスチャン生活を単純化させる方法は何なのか。父よと呼びかけるここにあるんだということ。イエス・キリストにあって神のことされている祝福を確認するということ。 そして前半は神の計画が成就し神様を人々が崇めるように祈ること。後半は自分の現在、過去、未来の必要のために祈るということ。神への全面的依存を告白するということ。これが主の祈りですね。ここから学ぶべき教訓がたくさんありますね。この祈りを実践していこうじゃありませんか。お祈りします。 天の父なる神様、今日、主の祈りを私たちに教えてくださり、ありがとうございました。最も重要な部分が、父よという呼びかけてあることを再確認することができました。ありがとうございます。どうか私たちがこの祈りを祈り、自分の信仰生活を単純に生きることができますよう。 あなたへの全面的依存を日々告白することができますように、助けてください。今日、この聖書箇所から学ぶことができましたことを感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。